ちもこれ大好きなやつじゃん。私もこの味大好き大好き。もうあれは分かりやすいね、背景があるし。いきます。はい、でで2021年の12本です。はい、正解。もうキッさんとくらいです。かわいいよね。かわいい。初めてショートフリー演出で見られたから。そう、初めての。初めて国内の全通、うん、そうだね、うん、よかったね。本当によかった。幸せでした。最後に見れたから満足です。うん、でで、あー、いや、これはわかりますよ。これ本当に大好き。これ本当にいいよね。うん、ぴょんちゃんと2大好きなダンスポーズかもしれない。うん、はい、はい、せーの。2019年スケガナ正解。これは合計 322.59 点です。すごい、初優勝おめでとう。初優勝だもんね。これすごい分かりやすいと思う。はい、これででん、これはやりますよ。これは分かりやすいかもね。よく考えたらもう本人の上半身が映せないわけだから。確かにね、普通に息もいいか。答えてるのはせーの、ででん、2022年のシェアブラクティス。はい、正解。シェアブラ良かった。シェアブラ本当に良かったね。本当に良かった。もう一回やってほしいね。もういつでもいいです。あったんですか。いつかお願いします。いきます。デデン、あーあー、これ分かりますよ。分かりますか。分かります、分かります。え、あれ、どっちじゃない。多分こっちだと思う。せーの、2017年国別。正解。イエーイ。確かにそのリボンもあった。あってるね。乳酸のキスから結構面白かったよね、なんか。うん。だけど祭りごと好きなんだな。意外とやってくれるよね。うん。まあ、やって。はい。これ。ででん。ででん。これ。おー。あ、これちょっとヒントあるよ。え、でもあれじゃない？そっからあれだよね、きっと。で北京五輪の公式練習。はい、正解。怖い。怖い。これから何？え、このさ、うん、ここを駆け上げて、うん、斜め前みたいなさ、あの有名な写真あるじゃん。これかー。これか、これです、これこれこれ。そうそうそう。ああ、この写真が好きすぎて思い出せた。でもこの写真は素敵だわ。めっちゃかっこいいよね。かっこいいね。練習着でいくか。練習着むずいな。ヒントが少ないからね。いきます。でで、うわー、あの夏のクリッケの公開練習であることは確かなんだけど。いや、でももうちょっと分かった気がする。せーの、2014クリケットの公開練習。残念。あー、なんで2017年。7年かーってことは、ひょんちゃんの発表の時か。そう。でもこのクリケのね、公開練習毎年すっごい緊張してた。うん、夏の風物詩。うん、これ難しいよ。これね、超難しい。これ、これ絶対にむずいじゃない？これ、これめっちゃむずい。あ、でも、え、いける？え、いける気がする。え、本当に？いや、いけないかな。怖い。これはこれいけたら怖いよ。これいけたら嬉しいな。うん、これいけたらすごいね。え、はい、せーの、2020年の全日本。あー、今分かんないけど2019の世界選手権。あ、世界選手権か。え、そうなんだ。2020年の全日本もちょっと髪の毛短かったよね。短かった。これあれ、光のさ、うん、なんか光の、あ、光の表紙は、あ、これワールドだね、多分。あー、ワールドか。そうかそうかそうか。光ビーザライトと同じでした。あ、できた。いきます。ででん、何度かも。え、これ難しい。グランプリシリーズな気がする。でもやってられたら本当にすごい。ノッテは相当やってるからね、いろんなところで。いやー、ノッテはやばい。あ、待てよ。意外と日本のショーだったりする。はい、はい、せーの、2020
2018に押してる。あー残念。なにどこよ。2023年乗ってすぐ。あれマジでね、昔の出してくれたと思いきや新しかった覚えられましたね。乗ってシリーズでいこうかな。むずあ、すごい写真あった。え、はい、あーこれ、はい、あー待って、これはすごい好きだよ。これすっごい写真だ。保存した方があるわ。うん、いつだろう。いつだ。でもなんかいっぱい見た写真な気がする。そういうことは。あ、でもこんな簡単じゃないか。せーの、ピョンチャンオリンピック。あー合ってるんですよね。2017ワールド。あーやってたね。やってたね。あ、ワールドか。ワールド、ワールドでした。逆にわからないという可能性。逆にいきます。はい、ででん。うわー、え、意外とスターズ。でもギフトにも、え、髪型だ、髪型、髪型だ、見えない、見えない。でもこの照明の色しかヒントがない。うん、でそう。でここら辺に何か、何か映ってるよね、これ。いや、これはあのスクリーンの髪では。いや、スターズなんだ。2023スターズオンアイス。ダメ。リプレイ、リプレイ、埼玉公園でした。やっぱその光はモニターだった。モニターでした、多分。スターズだったら真横から撮ってたかも、ね。そうだね。そうかも。ちょっと上っていうのがリプレイ。